天山サイト。皆さん、自動車部品選ぶときどうやってますか？私はですね、この天山サイトでね、検索して品番とか調べております。まあ自動車屋さん行ったりね、共犯部品のとこ行ってね、調べるのが一番いいんですけどね、しこしこと一人で PC 見ながら調べるのも楽しいもんです。それでは一例を挙げてどうやって調べてるか今から実演したいと思います。でですね、あなたがご自身の車の CVT フルードを交換したくなったという過程でこの話を進めてまいります。で、必ずあなたが調べなきゃいけないのが、あなたが乗っている車のメーカーですね。トヨタ、日産、レクサス、インフィニティ、三菱、ホンダ、マツダ、スバル、スズキ、いろいろありますけど、仮にあなたトヨタに乗ってるとしましょう。はい、車のメーカーを調べるのがまず1点。2点目、初年度登録日。3点目、エンジン型式。この2番と3番はあなた様の車検証に記されております。それを確認してください。で、この天山サイトにアクセスしてください。これはこれを打ち込めば AMAYAMA 打ち込めば出ます。さあ、ここで始まります。この天山サイト来ましたね。そしたら次はあなた様のトヨタ、はい、これをクリックします。そしたらトヨタ、こういう風にアルファードあれでザクがいろいろアバランカローラセレス、はい、この中では仮にあなたが、アイシスに乗ってると仮定します。ここはちょっと字がおかしいんですけど、イシスになってますね。シノシスじゃございません、イシスです。はい、これでここが役に立ちます。トヨタアイシスで、はい、こちらですね。先ほどエンジン型式調べましたね。あなたの車はこの ANM10G ですね。はい、出ました。クリックしたら、でこちら両方同じなんで、はい、ANM10G、 はい、エンジン型式 2000cc16V DOHCEFI1AZFSE ですね。はい、年度も合ってますね。はい、ここでこのエンジン型式じゃなくこのモデルをクリックします。そうするとトヨタアイシス用スペアパーツ全部出ますね。こういう標準ツール、部分アセンブリ、ショートブロック、エンジンヘッド、いろいろありますけど、あなたが先ほど CVT フルードを交換するって言ったんで、こちらトランスミッションおよびシャーシっていうのを探しましょう。まあ、ここクリックしてもいいんですけど、下行くと、まあ、探してください。とにかくこうやってね、はい、ありました。トランスアクスルアセンブリ CVT、 はい、クリックします。さあ、出ました。あなたが乗っているトヨタアイス用トランスアクスルアセンブリ CVT ANM10G のこちら出ましたね。これを単体で買うと、まあ452,420円ですから、これを丸ごと買うのは現実的ではございません。さあ、これを下にスクロールすると細かい部品が現れました。そしてアイスはこの CVT のメモリですか、油圧メモリ、油量を測るやつ、これはもう廃盤になってますから、これは買えませんでした。で、 CVT フルードを変えるわけですから、このオイルパンを全部外すわけですね。そうしてこのガスケット、このボルト、こちらの油量を測るボルトとガスケットとか、あとストレーナーですね。で、ここに磁石があって、ここにストレーナーのオーリング、ここガスケット、
これらの部品が必要になります。そこで例えばですけど、こちらのストレーナーですね、まあエンジンオイルで言えば、まあこれ CVT なんですけど、こちらが汚い鉄粉とかをこす役目ですね。まあフィルターですね。こちらに番号あります。 35330D っていうのをこうやるとちょっと色が反転しますよね。でこう見てみると、はい、35330D やるとこちらですね。はい、ここが反転しますね。353330、これですね。35330-0040、こちらがこのストレーナーの正式な品番になります。あなたの ANM、 はい、2004年9月から2009年9月、あなたの車ですね。でこちらをこうやってコピペします。まず、下手くそですね。コピペ下手くそですね。下手くそですね。3OK、 はい、コピー。はい、でこちらをコピーしました。一つネックがですね、このアマヤマサイトですね、海外なんですよね。ヨーロッパだかオーストリアだかどっか知らないとこから頼むのはちょっと輸入の費用がかなりかかるんでね、まあ頼んでもいいんですけど、さすがに遠いんでモノタロウさんに頼みます。モノタロウさんに頼んで、さっきコピペした品番をですね、この商品名キーワードのところにね貼り付けますね。貼り付け、さあ貼り付けましたよ。35330-0040、はい、復習です。この35330-0040、こちらですね、ストレーナーアセンブリオイル、これをアマヤマサイトでこの正式品番をコピペした。でモノタロウのこちらの検索のところに入れたと。でここで検索をかけます。さあ出ましたね、35330-0040。ところがこれはちょっと違いますね。いろいろ種類あるんですよね。こちらでバリエーションが12種類あるんです。気をつけてください。だからここをクリックするとですね、この35330-0040、さあどこにある、さあここにありますよ。35330-0040でこちら、はい、35330-0040、さあ出ました。でこちらをバスケットに入れてください。このようにしてバスケットを覗いてみましょう。さあ私が先ほど入れたこちらですね、35330-0040オイルストレーナー、ここに入りましたね。はい、モノタロさん3890円でございます。このようにしてこのガスケット、はい、35168C ガスケットトランスアクスルオイルパン CVT、 こちらですね、復習です。こちらのガスケット35168-63010、さあ確かめましょう。確認作業大事です。35168-63010、この数字間違って届いてもね返品不可ですから気をつけてください。このようにしてですね、ストレーラーのこのパッキンやら磁石、こちらのガスケット今頼みましたね。でこのドレンとパッキン、こちらのなんか測るやつの長いやつで予備のボルト、まあいろいろ頼むわけですよ。で頼んだのがこちらミッションオイル、ゴールキーパーじゃなくガスケット、オイルストレーナー、マグネット、ストレーナー、まあ、ピストンリング、まあ、オーリング、ミッションドレンコック、ミッションドレンコックのガスケットで、チューブトランスミッション、バッシャーボルト、締めて6699円、はい、5000円以上送料タダです。
にして天山サイトとモノタロウサイトを使い分けて注文しましょう。そうすれば大抵の部品廃盤になってなければ手に入ることができます。はい、二晩で届きましたね。このようにモノタロウから届いて全ての品番と個数が書いてあります。でこちら、まあオイルストレーナーですね、3533-0W0404。はい、確認、3533-0W0404。このように1点ずつ届いたのを確認すれば OK です。今回はね、 CVT のストレーナーとかね、オートマのミッションオイル交換、まあ、ATF、CVT、まあいいんですけど、そういうのを例を挙げてみました。はい、これをあとは、注文クリックすれば OK です。はい、皆さんのお役に立てたでしょうか。立てたと思った方、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた来週。ちなみに先ほど天山サイトでできたアイスの上知能指数、これ分かる人 IQ120 以上ありますね。はい、知能指数、あ、答え言っちゃいましたか。見てみます。カッチンコトヨタ IQ でした。ご視聴ありがとうございました。